シグリー小岩流の日置の話シグリー小岩流の日置の話シグリーっていう漫画のね前半の見せ場で、えー、イラコ制限の仕置きのシーンがあるんですよねそれがちょっとねなんかちょっと変かなみたいな感じで、えー、思ってそれをねご解説したいんですけどももちろん面白いでしょ面白いし好きな漫画ね だけど、よくよく読むと、これちょっとなんか、あれみたいな感じで、なるっていうね。で、この、伊良コ星源が、この、古岩流ってね、剣術道場に入門してきて、伊良コ星源は、もう、才能抜群で、はい。で、道場にはですね、いろんな猛者たちがいっぱいいるんだけど、その中でも若手の、あの、えー、藤木っていうね、あの男がいて、藤木は、 あまあ、藤木も当然才能があってゆくゆくは小眼流の跡目を継ぐんじゃないかみたいなそういう期待されてるものでそこにイラコ制限が入門してきちゃったんで、まあ、ライバルになるわけねどっちが小眼流を継ぐんだみたいなねでねで小雁流小雁先生はねあの強いんだけど男の子が生まれなかったね女の子しか生まれなかったんで剣術道場の跡目を継ぐには男が必要だから婿をもらうと。 うん、その女の子の娘さんと結婚するのはどっちだみたいな感じなんですね。はい。で、外部の男を誰がいいかなみたいな感じで、強いやつと結婚させるみたいな。そういった一連のね、えー、ことがあって、まあ、恋敵でもあるみたいな感じなんですね。それでね、にもかかわらず、イラコ制限がね、なんか、コガンの愛称のね、幾度の、愛人ですね、愛人の幾度の、 とちょっっと通じててしまって裏でね、こそこそ通じてて、浮気をしてるというか、小川先生の愛人を寝取ってるみたいなね、いだこ制限が。うん。で、小川先,先生、曖昧だから、よくわかんないんだけど、寝てる時間が多いからね、曖昧で寝ちゃってるんで、知らないんだけど、でもあのかる、そのうちバレるわけですよ。小川先生、鼻がいいから、なんか、え幾、ー、度の,のね、 微妙な変化とか感じて型の刀手入れをした人物までわかるみたいなそういった鋭い勘の持ち主なんでそんなの幾度もねあの他の男の寝てたらわかるわけ高価先生一発でわかるわけお前浮気してんだろうみたいな感じでで調べさせたらやっぱり伊良コ制限がやってましたみたいな感じででまだそのことは伊良コ制限は知らないってね まだ自分がね、うわその寝とってると、バレてるとは分からないってね、知らないみたいな。それでね、あの小川先生ぶち入れてんだけど、で、その、牛股とかもね、あの、伊だこせぎやべえな、みたいな感じで。ゆくゆくね、小顔料を継ぐか、みたいな感じで、才能ある男だけど、なんで愛人のね、いくのと寝てんだ、みたいな感じで。これ、バレたら、 先生に大目玉食らうはずなのになんかやってんだよねあれみたいな感じでで当然これガン先生から許せないからイラコー制限やっちゃうかみたいな感じでなるわけねでも制限も制限で強いからそんな簡単にやられるようなね倒されるようなとこじゃないから、まあ、仕組むというかね仕置きを仕組むわけ仕置きドッキリですよね、はい で、仕置きドッキリを小岩流の門弟たちにみんなで仕組んで、で、仕置きするとは言わずにね、お前、才能あるから、あの、小岩流のね、星流れって、流れ星っていう、その、奥義があるわけ。小岩流最高の奥義ね。うん。剣がもう流れ星のようにすっ飛んでくみたいなね。そういった独特の型があって、これはね、あの、門弟とはいえ、 簡単には教えててくくれれない見せてくれないわけうん。まあ師範代ぐらいまで行くと教えてちょっと教えてくれるんだけどでもまあ才能あってもこんなマスターできるような技じゃないわけね。見たぐらいでね。すごい難しい技なんだけど一応ね牛股とかはねマスターしてんじゃないですか。自分のオリジナル、えー、ホールドでやってるんだけどね。でもコガ先生のあの六本指のねあのホールドはなかなか常人には難しくて。 だから、オリジナルになってるんだけど、ま、あとにかく、そういった、あの、方は見せてもらったわけね。でも、普通の平野門亭は、そういう方は見ることすら許せないわけね。えー、で、そのね、奥義と言われる流れ星を、古川先生が、この、伝授すると。伊良子制限に伝授する、その式をやるからね。伝授式をやるから、ある神社に来いみたいな感じで。みんな待ってるぞみたいな感じで。 で、藤木が呼びに行くっていうね。で、藤木はね、その意味を理解してますよね。あの、小川先生がイラコ制限に直々に流れ星を教える。自分も見たこともないその奥義を教えるってことは、要するにイラコ制限が次の後継ぎだぞと。うん。ということなんですよね。藤木じゃないよと。 イラコ制限の方が才能があるからこいつをねあの三重殿と娘とね結婚させて道場を継がせるんだみたいなことを案に示してるわけねで藤木としてはあれみたいな感じで俺じゃないみたいな感じで負けたみたいな感じになるわけねでもこれは実は仕置きドッキリだからねはい正義にはめられてんだけどねイラコ制限はで神社行きましたとみんな待ってますとほんであのー 古先生なんか甲冑みたいに来てて「で四方膳」っていう活戦0前に食べる、えー、おつまみみたいなねそれを用意しててで合戦さながらで、ね、でも要するにこれ式典だからね古岩流独特の儀式だからでこの今日ねあの古、ー、岩流の奥義見せるけどイラ子制限だけに見せ,見せて教えるけどあのー、その前にちょっとね あの本当に実力があるのか腕前を見せようみたいな感じで制限と腕試しをさせるわけねそれどういうことかっていうとまず師範代の牛股小岩流のこのこの道場ね小岩流の本道場の中では小岩先生に次い,いで一番うまいのは牛股だから牛股もちろん流れ星も伝授されてるから牛股とす牧す犬でね 練習試合をしろと。うん、勃券だけどね。真剣使わないから。木券で叩き合いしようみたいな感じで。で,でも、万が一でもこれ、死にはしないから。骨折ぐらいするけどね。当て,て,当てちゃってもね。だから、木券で練習試合しようみたいな感じで。で、これ、腕前を見せるだけだから、寸止めなんですよ。寸止めでどっちが優位だったかで判定するからね。やるんだけど、牛元はね、寸止めしないんですよね。明らかに制限の方が意見が早くて、 あの寸止めしたんだけど、牛したそのあとズブってね、こう、肩とか背中とかね、ぼっけんで思いっきりつくわけ。で、ちょっと怪我してますよね。で、もう死ぬほどじゃないし、動けないほどじゃないんだけど、肩とかね、背中とか、ぼっの先で思いっきりつかれてるから、もうブルブルきちゃってるわけね。まあ、怪我してるのね。で、おかしいぞ、みたいな感じで。練習試合で寸止めなはずなのに、もう雰囲気は練習試合で寸止めしろなんですよ。道場のね。 決まりとしてだけどなんか牛股ガチでついてきてるし小川先生もそれについて何も言わないっていうねでみんな何も止めにも入らないし今ダメだぞみたいなそれやっちゃうと怪我するからいかんぞみたいなこと誰も言わないっていうね真面目っていうそれで制限はこれおかしいとなんかなんかはめられてる感じもあるでもそうでもない感じでもあるみたいなねで小川先生に言ったら いやー次、藤木みやれ、みたいな感じはあ、みたいな感じで。で、これ、勃券で練習試合みただけど、止めじゃないんだ、みたいなね。フルコンタクトなんだ、みたいなね。止めの空手じゃなくて、フルコンタクト当てていいやつなんだ、みたいな感じで。それでフ、フルコンタクトで勃券で、えー、今度は藤木と井田子がね、戦うわけ。うん。で、 結局ねねが勝つんですよ、ね、頭コーンって叩いて脳神とで気絶しちゃうわけねイラコがでこれ藤が勝ったのはほと,、ね、のほとんど互角なんだけどこの二人ほとんど互角なんだけど藤が勝ったのは古眼流の独特の握り星流れのね独特の握りをあの自分で編み出して使ってるわけ藤毛はね見たことないでしょ 見た猫のようなつかみは見たことないんだけど、独特のグリップをね、何かの表紙で、えー、出ちゃって、で、それ、あれなんか、今すごい剣早かったけど、これって、みたいな感じで。藤木は自分オリジナルのね、グリップで新しい新技を開発したと思ってんだけど、実はこれ小岩流の星流れのグリップの一つなんだよね。だから、それをね、隠して,て、で、そこで使うわけ。これ、藤木と、 制限は互角なんで勝負つかないから藤木がね新技をみんなの前に出したわけグリップだけですよねグリップだけ出したら結局伊良コ制限は負けたっていう脳震とでぶっ倒れて藤木がね伊良子制限の顔をドーンドーンみたいな感じでぶっ叩くみたいな顔の形変わるまでぶっ叩くみたいなまあこ殺しはしないけどもう戦闘不能なるの大怪我ね、うん、をするわけ で、これ当然あの、その前に、えぇ、ー、牛股にね、コピードッキーやられてるし、藤木にもドーンドーンだから、かなりダメージが入ってもう戦えないぐらいね。でも一応腕前を見せたわけですね。うん。で、これね、偶然の要素がかなりありますよね。牛股はドッキリでいいんだけど、この藤木の場合は、 誰も知らない藤木がオリジナルで開発したと思ってるグリップを使って制限に勝利してますから辛くも勝利してるからねだからこれドッキリをかける側も藤木がこれほど強いとは知らなかったわけじゃあ藤木も負けてた可能性あるよねと制限と藤木が戦って制限が勝ってた可能性だってあるわけこの時どうしてたのっていうね でもう怪我をしてるとはいえ制元と戦えるような門弟はもういないわけですよこの中にはねあと小賀先生だけだからもう他の門弟と数段違うからね牛股と藤木はだから怪我をしてフラフラとはいえイラコ制元と腕前をね木犬でた戦ってこの互角までいけるなんて門弟いないからこの中にいないから。 だからこの後次々みたいな感じで、えー、あの目のギョロギョロしたやつとかね出してきてもかなわないと思うんですよね。うん、だからこの後どうしてたのかなとつまり何が言いたいかというとこの後の流れは一旦休憩してでダメージを回復させるためになんか小部屋みたいなところに制限入れてそこでなんか、えー、薬物の、ね、汁みたいなのを飲ますわけ痛みが消える、まあ、麻薬ですよね。 痛みが消える薬物の汁みたいなのを飲ませてちょっと治療すると、うん、このままだと儀式できないからちょっと治療するわけねでその治療があ頭がグラングランしてと戦えないというね、うん、でそこで幾度、あのー、の,の仕置きもやるんだけどまあそれはちょっと省いて置いといてで出てきますよね逃げ出すようにね生涯、あのー、が逃げ、あのー、小屋から、まあ、神社のね小屋から逃げてくると そしたら、あの、竹光をどうぞっていう,うに持たされて、で、古川先生と立ち合いみたいなのをするわけね。古川先生は真剣切れるやつね。で、制限は竹光竹光のその、なんていうんですかね、竹のフェイク方のね、フェイクソードで、勝負なんかつかない、こんなの分かってるわけね。真剣と竹光だから。いくら、 その政権がね才能抜群でも肩や小顔流道場の当主でで,で真剣でしかも星流れ使ってくるからこんなん勝てるわけなんだよねで政権は竹光でもう頭とかクラクラで,で結局目を切られて、えー、終了みたいなねドッキリ終了みたいなことなんですよねでこれ この状態までやらなきゃダメなんですよね。つまり制限をふらふらにして戦えない状態にして、で、小川先生が流れ星で仕留めるみたいなね。ここまで持ってってドッキリ成功なわけね。仕置きドッキリ成功なわけね。じゃあ途中でね、なんか藤木が負けてたらどうなってんだろうとかね。あるいは、 牛股もかなりドッキリ要素強いんだけどそれを察してなんか制限が牛股をね当てちゃって倒したらどう,どうなってたんだろうとかねいろいろと偶然のアクシデントが入り込む要素がたくさんあるドッキリですよね何せねドッキリだからその最終形はねあの押し置きをするんですね目を切るっていうね目を切ってその剣士としてはもう戦えないようにして 命は取らないいけどっていうことするわけねでね最後まあ目を切られてで逃げ延びるみたいなことやるんだけどなんでこんなドッキリやったんだとそしてだいぶ手慣れてるじゃないかと私は思うわけねこのドッキリだいぶ手慣れてるぞと新技をね伝授するっていう形,形があるんだけどドッキリバージョンバージョンと 本,本気のバージョンがあるわけ。新技をね、伝授する儀式なんだけど、今回ドッキリだからみたいな感じで。目切っちゃうからみたいな感じで。みんなに門弟にね、言っとくと。あるいは、今回は本気のやつだから、ちゃんと伝授するからね、みたいな。目切らないからね、みたいな感じで。小川先生が門弟単に言うみたいな。そう、二通りあるわけね。で、制限の場合は、幾度の寝、ね、とってたから、今回ドッキリバージョンね、みたいな感じで。で、みんな割りやしたやつで。何度もやってるみたいなね。 少なくとも市販台とかクラスはもう道場長いからあれ今,日今回23回目だなみたいな感じでドッキリバージョンも23回目だなみたいな感じで慣れてるわけねうんでね慣れてるってことは結構今までやってたのみたいな誰にやってたのみたいな感じでねうん思うわけですよつまり才能のある剣士が入ってきたと 料にねその入門の儀式を合格して入門の儀式で生き残ってですねえー、逃げなかったじゃあこいつ才能あるから入れようとでもなんか仲間でね一緒に共同生活しているうちになんかこいつやべえやつなみたいな感じですごい暴力的だったり人を騙したりとかねあとなんか女を寝取ったり うん。で、陰でこそこそ、新米の門弟を殺しちゃったりだよ、とかね。なんか、やべえやついるぞ、みたいな感じで。で、あいつやべえの、新人のね、才能ある入門の新人、ルーキーやべえぞ、みたいな感じで。で、コカン先生どうしますかみたいな感じで。コカン先生言うと。で、コカン先生は、うーん、と思って。このまやめさせると、なんか、理由がないですよね。古眼流が逃げたみたいに言われちゃうし。 じじゃああの儀式やるかみたいな感じででそいつにこれからねあの流れ星伝授するから神社来いみだいと言ってでこう刺すとで一番強い牛股と藤木とかにね腕前を見せ,見せるとでその時にかなりねあのぶったたいとくと弱らしとくねそれで怪我してるんだったらその傷口の痛みは淡い雪のように消し去る麻薬みたいな汁をね飲ませるっていうね で、フラフラになったとこで竹水持たせて、絶対、えー、勝てない形にして、古川先生が流れ星へ目を切っちゃうっていうね、こういう一連の流れのドッキリ、これをね、毎回やってたんじゃないかと。うん、中には、本当に才能があって、藤木みたいにね、実直で、誰からもね、あの尊敬されるみたいな。いうやつにはですね、あの、本当の儀式をやって、奥義をね、 見せることもやったんだろうけど中にはこいつに奥義を知らんねえなっていう若手も生きったた若手もいたと思うんだよね例えばねあのスパイ他の道場から送り込まれてきたスパイ才能ありますよね他の道場で衆を積んでるからで小雁流に入門することぐらいはできるとで小雁流の秘密をね、えー、流しちゃおうとか あるいは技を教えてもらって、それ持ち帰って、小岩流潰しちゃおうとかね。うん。小岩流の情報を他に流してしまおうとかね。そういったスパイもね、送り込まれてくると思うんですよ。この時代だからね。何でもありだからね。で、そのスパイを入門させて、で、途中で気づくわけ。こいつなんか、裏で連絡取ってるぞとかね。こいつなんか、技を盗みに来てるだけだぞとかね。うん。スパイっぽいなみたいな感じで。 で調べたら他の道場とすごいつながりがあって他の道場からもお金もらってますみたいなねこいつスパイダーみたいな感じででもスパイだってや,やめさせちゃうと理由がないしねあの仕置きにならないからスパイは許さないからねそれで結局儀式をやってじゃあお前にね今日今日小川先生が技を教えるから神社来いみたいなのでで2人とね戦わせてその 強いからね、牛股とかね、藤木がボコボコにしちゃうのもあり、これもありなんです。で、麻薬飲ませて、淡わきのように傷口の痛みを消し去って、それで、目を切っちゃうということもあり。で、そいつが意外に強くて、牛股とかね、藤、え、木、ー、があまりダメージを与えられなかった。逆に藤木とかちょっとやられちゃったりして、その時でもうですね、えー 小ン先生と最終的にね、そいつが戦うから、結局小ン先生で勝つんですよ。流れ星持ってるから。こんな流れ星初見でね、冒険することなんかできないから。なんか変なグリップしてるなと思って。で、怖い見たこと言われたらやるけど、向こう真剣だし、目切られて終わりなきゃ、ね、で、どういう、どういうルートを通ってもね、小ン先生で勝つんですよ。うん。奥義持ってるから。 見せせるよっっっててて言おびき寄せて目切っちゃうわけだからどうやっても勝てるんだけどよりこう必勝形に持っていくというかダメージを与えておくっていうねまあこれは当然仕置きの意味もありますよお仕置きしようっていう意味もあるからそれでねこういった込み入ったドッキリになってるんじゃないかと私は思うんですねじゃないとやっぱり説明つかないからね藤木のこの異常なね えー、強さ、握りの新技とかね、これはもう偶然の良さが高いから、毎回こうじゃないから。ですからね、ある程度藤木と牛股に相手をダメージを与えること期待されるんだけど、まあ別にそれのダメージなくても、普通にね、真剣で小川先生やり合っても、小川先で負けることないから、まあ、大丈夫だよみたいな感じで。うん まあ練習にもなるし、冒険でやっとけば、みたいな感じでね。で、ボコボコにしちゃったも、別にそれはそれで構まないよ、みたいな感じでね。なのかな、と思うんですね。それで、これ、今度は外部ですよ。外部にどう説明するかですよね。目切っちゃって。うん。で、外部にこのことが漏れた時に、五眼流ってなんかやべえぞ、みたいなこと言われたら困るから。だから、強いってことは言われてもいいけど、なんかやべえぞ、みたいな。汚えぞって言われて嫌だから。 もう、制限が、俺、股関流で目切られましたって被害者でぶってもですね、いやいやと。新,新技をね、伝授するときに、ちょっと事故っただけだから、みたいな。お前が避けきれなかっただけでしょ、みたいな感じで。前出過ぎでしょ、みたいな感じでね。で、小岩先生、この、真剣でね、あの、流れ星の体勢に入ったら、もう止まんないから、それは制限の場所ポジションが悪いんだよ、みたいな感じで。 で、目切られただけで、頭飛ばされなくてよかったな、みたいな感じでね。言う、みたいな。で、そうすると、外部からも、例えば役人とかがね、聞かれても、いや、ちょっとね、あのー、死因は、あのー、奥義の伝授の時に、これ、事故がありましてね、みたいな感じで。で、その後、制限は嫌になってやめたみたいだけど、ちょっと行方不明です、みたいなね。言っとけば、まあ、しょうがねえか、みたいな感じで。 うんまあ、真剣でやってたらね事故も起きるだろうみたいな感じで,で丸く収まるみたいなねうんだからやっぱりこのドッキリの形態奥義を教えるよっていうドッキリの形態は後からあの「仕置きじゃありませんよ」っていう言い訳に使いやすいというかねそれがあるのかなと思いますよね。